血の婚礼演出の杉原邦夫です。よろしくお願いします。1ヶ月5週間ぐらい、稽古を重ねてきまして、で、舞台稽古は昨日、おとといからやってまして、順調に仕上がってきています。ですが、やっぱり劇場に来て、初めて分かることとかいろいろね、こう見えるんだっていうこともあるので、日々俳優さん、そしてスタッフさんとともに調整を加えながら、順調に仕上がってきていると思います。スペイン の1930年代のアンダルシア地方を舞台にした、作品ですけども、その当時の情熱と衝撃をこの舞台に表現できていると思いますので、きっとお客様に楽しんでいただけるかなと思っております。ね、やはりマスクを取ってというか、こうやって衣装に着替えて、そして各々がメイクをして、すごくこう各々のキャラクターのオーラみたいなものがドバーッと出てきた、印象があります。それはもちろん、役者ですから本番に合わせてどんどんエネルギーがでかくなっていくのはもちろんなんですけども、それでいて、なんだろうな、この血の婚礼という作品は綺麗な風が一切流れてない、すごくこうドロドロとした、そして湿っぽい、そしてカラカラとした、なんかこう嫌な空気が常に流れているような作品なので、そこにすごくその雰囲気が、マッチしていくんじゃないかと思っております。見てほしいポイントは、そうですね、まあ私事なんですけど、ヒゲをしっかりこしらえてこさえて、この舞台に挑んでおります。初ヒゲですね、ほぼ、はい、初ヒゲなので、ヒゲなりっていうヒゲなりヒゲなりっていう、あんま笑ってないから恥ずかしいから、それ笑っていいんですよ、一応主演やらせてもらってる、マスクしてるから笑ってください。ヒゲなりということで、レオナルド、堂々と、まあ、数多くシーンに出るわけではないんですけど、一個一個の登場シーンですごくこう独特なオーラを放った、そんな姿をお見せできればなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、花婿としてはこの物語に出てくる登場人物の中で一番こう感情が揺れ動くキャラクターなのかなと、まあ、周りにすごい、こうなんていうんですかね、影響されまくってというか、こうっていう役なので、ある種こう一番達観してこうなんだろう、物語を見てたりもするんですけれども、本当に稽古の序盤だったり、こう台本の印象としては、一人の女性を二人の男がこう奪い合うみたいな、本当に結構単純というか、結構一本シンプルな物語なのかなと思ってたんですけれども、こう稽古したりとか、こうみんなで作り上げていく中で、そこにこう付随する人間ドラマだったりとか、各々の本当に個性的なキャストの皆さんのこうお芝居だったりとか、こう感情の変化だったり、各々が持っているバックボーンみたいなものをすごく感じられる作品になったなと思っていて、これはなんか花婿としても、まあ、菅健太としても、こう一人一人の物語にある背景のものを感じてもらえたら嬉しいなと思っております。そうですね、まあ、結婚式当日にレオナルドと駆け落ちするっていう、まあこうごめんなさい一見すごくわがままな女性に見えてしまうとは思うんですけど、もしかしたらこの時代の女性にとっての結婚っていうのは、すごくその抑圧された中での幸せなものだけではなかったっていうのをこう演じていくうちに感じていて、ここにいるアナンさんが演じる母親も、もしかしたらそうなってしまったかもしれない。この作品に出てくる女性たちがみんなそういう思いを抱えていて、でも行動に移すか移さないかっていうのを、まあ、それは人それぞれ、花嫁は行動に移してしまったけどっていう、そのバックボーンというか、心の闇とかモヤモヤみたいなものがしっかりと映し出すことができたら、ただの自分勝手な女性というよりは、なんかこの時代に生まれた女性としてのちょっとまあ悲劇というか、そういう部分もしっかりと見せることができるのかなっていうふうに感じていて、なのでまあ稽古でこうたくさんね、皆さんとお話しさせていただいたりとか、まあ、自分で考えて今作っているので、これがね、舞台でお客さんにどういうふうに伝わるのかっていうのは楽しみではありますけど、はい。あと私一番びっくりしたのが、この時代の女性でショートカットってあんまりないのかなとか思ってたんですけど、このまんま行くっていうのが
びっくりしたんですけど、これがまたなんかその花嫁らしさというのがなんか出てるかなっていう風に感じてます、うん、感じました。はい、そうですね、激しい、まあ、なんかちょっと変わった母親役は結構多いんですけど、今回の今も見ていただきましたけれど もう冒頭のシーンから叫びまくっておりまして、感情もわー出しまくってて、それが意外と苦じゃないなと、なんか自然にやっちゃってるなっていう、もともと持ってるもん、もともとなんか自分持ってんだなってあんま言わない方がいいですよ、うん、メディアの前でそういうそうだ、そういうのないんですけど、うん、あのそういうのもできるんだのじゃない、できてたんですけど、改めて私そういう部分持って、あんま言っちゃった結果的にそうなるですね、そういう部分もあるんだなと、なんか理解できるなって、こう感情があってこう出すのが好きなんだなっていうことを知りました、うん、あと今回舞台がこういうふうに普通のリノリウムとかじゃなくて砂なんですよ。この上でやるってすごい楽しいなって感じて、楽しい、確かに、ね、うん、なんか楽しいんですよ。うん、でまあ、実際こうやって私も触ったりとかするけど、それがなんかちょっと泥遊びしてるみたいな、テンション上がりますよね。ね、なんかちょっとね、そんな感じがあってすごいいい。でも、ね、咳込みやすいよね。そう、そこがね、もうまさにそうですけど、やっぱそう、こう、吸ってこう喉に張り付いたりとか入ってきたりとか、ね、やっぱ そこも戦いですね。そう、ではありますね。あとがっつりこれを家に持って帰ってるっていう、いろんなところに入ってるから風呂場の脱衣所とかすごい、もうすごいですこれ、これが一度ポッケに、あの稽古着のポッケに入ったまんま気づかなくて洗濯して大変なことになります他の洗濯物にそうあって大変。いやでも3幕でまたね、あの今日お見せしてないシーンでまたちょっと真ん中のお三人は、ね、うん、大変なことになるので、ちょっと今話していた理由が分かるかなと思います本当に、ね、楽しみにしてください。今回はあの本当に最初のイメージで、あの戯曲の中にもいろいろセリフの中にも出てくるんですけど、土と壁と色、うん、まあ、色はトガキによく出てくるんですけど、あのそれをあの美術家のトラフ建設事務所の方々とあの相談しながら、それをテーマに今回デザインをしていただいて、本当に最初のファーストインプレッションがやっぱ土の上でこの芝居見たいなって思ったんですよね。で最終的にこう美しい人たちが愛情と、しかも物理的にこれによってなんかこう汚れていくというか、ドロドロになっていくと汚れていく、汚れていくじゃない、汚れていく、なんかそういう風な汚れちゃダメですね芝居になったらいいなっていう風なファーストインプレッションがあったので、それがすごく今具体化されて、あの稽古いろいろ大変でしたけど、でもすごくあのいいものになっている気がします、その空間も含めて、はい、ありがとうございます。ちょっとまた後半の美術も少し、ね、変わるので、そこもお楽しみにしていただけたらなと、はい、そうですね、空間の展開とかも、もうあの楽しみにしていていただきたいですね、はい、ありがとうございます。ではこれからちょっと全員の皆様に お伺いします。今回一緒に共演してみて、この人のこんなところ面白かったよみたいなエピソードをお持ちの方、ぜひ挙手お願いします。挙手とかには弱いんだよね、この人たちねこんなね、勝手に喋るのにね、好きよ、喋っていいよって言われると喋っちゃう。じゃあの菅健太さんお願いします。なんでよ、いや先人綺麗、先人、いやでもあの僕はまあアランさんと、まあまあ、親子を今回やらせていただいていて、もともとのなんかこうイメージだと、うん、本当にまあ、宝塚時代のイメージもあって、こうなんていうんですか、こうかっこよくてスマートな女性っていうねイメージがまあ先行してたんですけど、何言うのかなと思ってそれ以上近づいちゃダメだけど、めちゃめちゃ可愛らしいんですよ、あ、よかった、普段稽古場とかで、で人の話全然聞かないんですよ俺もめちゃめちゃ面白くて、あの嘘、そうそう、今もう裏とかでもう全然あのこういう風に進行してきますんでとか、ここ立ってくださいとか言われてんのに、ずっとあの国尾さんのシャツがどこのブランドかっていうのをずっと話しかけて全然聞いてないしダメな大人じゃん、いや違う違う違う、可愛らしい、なんかここが可愛いと思えるところ、そうそうそう、なんかすごい自分のこう興味持ったことに対してすごいハッピーなオーラがある方なので、そこはなんかこう意外でもあり、すごく素敵だなと思った点ですね、はい、ありがとうございます。もう一方ぐらいどなたかいらっしゃらないですか。ほら行けや、そんな人みんなにありますよ、
よしみさんとかね、玉江さんとか純子さんとかもう、うん、よしみさん出てこないから、あの格好で出てきてほしいけど、楽屋で楽屋で、いやもう本当に強烈な人々が集まったカンパニーというか、うん、主役体質というか、本当にみんなが前に出る姿勢が常にあるようなカンパニーなので、こういうスペインの戯曲をやる上では、とってもぴったり、結構こう美しい、なんか美青年って感じのイメージがすごくあったんですよ、うんうんうん、だけどなんか実際稽古場とか、まあ、今回の役もあるかもしれないですけど、なんつうの、男っぽい感じがすごくした、なんかこう、うん、あ、なんつうの、もうちょっと結構ゴツゴツした人なんだなっていい意味だよ、いい意味で、いい意味でなんかもっとつるっとしたなんかスマートな、スマートな ね感じをイメージしたの、舞台とかだと、うん、だけど実際やってみるといい意味でいびつで、なんかそれがすごく人間らしくて、このなんかこの芝居にもすごく合ってるなっていうことはすごく感じました。レオナルドもすごい人間味あふれる、ね、そうだよね、うん、なんかやっぱ最後には彼に同情してしまうようなそんな役柄なので、まあ、そこら辺うまくマッチしてくれればいいなと思ってます。はい、演出の杉原さん、先ほどのあの舞台美術に加えてもう一つ非常に興味深いので伺いたいんですけれども、はい、あの照明のバトン抜き出し でなおかつ、あえて照明の影なんかも、はい、壁に映し出すような、はい、これは何か演出の意図があったんでしょうか。まあ、ちょっと今日オープニングのシーン今お見せしてないので、あれなんですけど、この1930年代の、まあ、いわゆる近代古典と呼ばれるこのスペインの血の氷の世界って、僕たちからするといろんな価値観も含めてちょっと遠い、今のお客さんからするとちょっと遠い世界観だなって、まあ、100年近く前ですから世界観だなと思ってるので、何か舞台上にきっちりこう世界観を作り上げて立ち上げるっていうことじゃなくて、これはあくまで芝居だっていうことを常にお客さんが共有しながら、劇場でこれは僕たちは芝居を見ているんだっていうことをビジュアル的に常に共有しながら見ていくと、そこで起こっていることがふっと僕たちの今の現代の人たちに通じるフックがふっと引っかかってきたりするような、そういう多分作品になるんじゃないかなっていう意図があって、基本的に何て言うんですかね、もう劇場の構造は見せた上でこの1枚の壁だけ立ててそこで演じている。で、まあ、オープニングとかもお客さんの方から俳優が入ってくるっていう演出になってるんですけども、そこも含めて常にこう空間と時間をお客さんが舞台上の俳優と共有しながら進んでいくような演出になったらいいなと思ってこうしてます。この情熱の国スペインの戯曲ということで、まあ、こんなに個性豊かなメンバーも揃ってますけど、楽屋に歯くしばって今か今かと初日を待ちわびてるメンバーもいるので、初日に向けてそうですね、この欲望そして愛だったりその苦しみみたいなものをたくさん詰まったこの作品に、皆様もぜひ足を一歩踏み入れて見てほしいです。劇場でお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。